イタマール・アウグスト・カウティエー・ロ・フランコは、ブラジルの政治家。1992年から1995年まで、同国の大統領を務めたのを筆頭に、長い政治人生で、上院議員、市長、大使、知事、副大統領を歴任した。サルバドール・リオデジャネーロ間を結ぶ戦場で生まれた。父方は片方が、ドイツ系で、 母方は共にイタリア系。母の名前もズバリイタリアであった。父はフランコが生まれる前にこの世を去っている。男の子はその鮮明、イタとポルトガル語で海を意味する、マールとを合わせて、イタマールと命名された。ミナスジェライス州、ジュイスでフォーラで育ち、1955年にジュイスでフォーラ技術学校を卒業、エンジニアになった。 1950年代中頃に、政界入りし、ジュイス・デフォーラ氏の市会議員、副市長を経て、市長を2期務めた。1974年に職を辞し、ミナス・ジェライス州から、連邦上院議員に当選。1976年と、その翌年の2度、軍政期に合法野党であった、ブラジル民主運動党の副党首を務めた。1982年に、 上院議員に再選され、1986年には、ミナスジェライス州知事に自由党から立候補したが、落選。当時は、大統領直接選挙制の即時復活に尽力し、自由党の国会議員会長にもなった。1987年2月1日に召集された、憲法制定国民議会では、一議員として、 南アフリカ共和国などの人種差別主義国家との国庫断絶を提案。また、週に40時間以上の残業に対する最低50%の手当、妊娠中絶の合法化、連邦制の強化、国民主権、対外債務の返済を阻む金融システムの国有化、土地改革を目的とした基金の設立などを訴えた。死刑制度の復活には反対し、 大統領制には賛成した。当時のジョゼ・サルネエ大統領は性的であったが、皮肉なことに、フランコが大統領に就任すると、名友の一人となる。1989年、自由党を離党し、少数政党の国家再検討に合流したフランコは、大統領選で、フェルナンド・コロール・デ・メロ陣営の副大統領候補に抜擢された。地元が代表伝である。 ミナスジェライス州であることと、汚職疑惑の囁かれたサルネー大統領を公然と、非難していたことが味方した。選挙戦の末、後に大統領となるルイス・イナシオ・ルーラ・ダシルバ候補に、僅差で勝利した。副大統領在職中は、大統領と政策の折り合いがなかなかつかず、ことに民営化をめぐっては、大統領と鋭く対立した。辞任カードも、幾度かちらつかせた。 コロールが汚職容疑で告発された1992年、国会は大統領を弾劾した。ブラジルの憲法は、大統領は弾劾後180日間その権限を失うと定めている。フランコは、同年10月から大統領代行となり、コロールが辞任した12月29日に正式に大統領に就任した。3年近くも副大統領の座にあった。 フランコだが、大統領代行就任時の世論調査によると、国民の大多数が彼のことを知らなかった。大統領就任当時のブラジルは、経済危機のどん底にあった。1992年のインフレ率は111%に達し、さらに翌年には2400%近くにも跳ね上がった。地股はすぐ変わるだろうと噂したが、財務省に、 フェルナンド・エンリケ・カルドーゾを当てて、プラーノ・レアルを実施。経済は安定化し、インフレも収束した。就任直前、フランコは、上院議員らに、自らの私有財産の目録を手渡した。一風変わったアピールだったが、就任すると、直ちにバランス重視の内閣を組み、議会に、広範なサポートを求めた。支持率は、出だしから60%を上回った。 1993年4月には、県案の政治体制と統治体制に関する国民、投票が行われ、前者では、共和制が、後者では、大統領制がそれぞれ圧倒的多数で選ばれた。同年には、軍と民兵の将校らから、議会閉鎖の圧力がかかったが、動じなかった。この事件を、クーデター未遂と捉えるメディアもあった。彼の政権は、 コロール大統領の下で揺らいだ政治の誠実さと安定性を回復した点で評価され、自身もその維持に努めた。威風堂々とした大統領としての職責を全うするという流儀もコロールのそれとは趣をことにした。一方で、神経質な変人だとも言われた。1993年末には自らの辞任を議会に発議し、 早期の選挙実施を求めたが却下された。人気終盤に差し掛かると支持率は、のきなみ8割台を叩き出し、ブラジル史上最高を記録した。外交能力は、低いと見られたが、一方で、自身の打ち出した南アメリカ全域の自由貿易圏構想は、アメリカのビル・クリントン大統領をはじめとする各国のリーダーから激賞された。また、 トラテロルコ条約やアルゼンチン、国際原子力機関を含む4者協定といった主要条約を批准にし、ブラジルを国際的な核不拡散の輪に乗せた。1994年の大統領選では、フランコの後継として、秘蔵っ子のエンリケ・カルドーゾが出馬し、同年末に就任した。新大統領は民営化路線を推し進めたが、これは、前大統領から酷評された。 フランコ自身は大統領の座を知りくとリスボンのポルトガル大使を経て1998年までワシントン DC の米州機構大使を務めた。1998年には自身の大統領選出馬も検討したが憲法改正でカルドーゾの再選が可能になると撤退。ミナスジェライス州知事選に倶りしカルドーゾの押した現職を相手に ジスベリ的勝利を収めた。知事時代は、周祭のモラトリアムを発動し、全国的な経済危機を一段と悪化させた。2003年に、知事職を辞した後は、2005年まで、イタリア大使を務めた。2002年には、ルーラダ・シルバ候補を大統領に押し、2006年には、ジェラルド・アルクミン・ジニエを支援した。2010年の総選挙では当時ミナス・ジェライス州。 知事だったアエシオネベスと組んで上院議員に立候補し、共に当選した。明日までその任にあった。1971年に離婚し、二人の娘を引き取った。大統領在任中は、色男ともてはやされ、国民の樹木を集めた。原子力エネルギーに関する論考から、ショートショートに至るまで、幅広い著作を19点ほど残した。 2011年5月21日に白血病でサンパウロのアルバート・アインシュタイン病院に入院。6月27日に肺炎を併発して容体が急変し、集中治療室で人工呼吸のもとに置かれた。7月2日の朝に発作で死去。ジルマルセフ大統領は7日間のもに服すことを戦した。遺体は 故郷のジュイスでフォーラとミナスジェライス州の州都、ベロオリゾンテを巡った後、7月4日に、ベロオリゾンテ大都市圏のコンタジェンに埋葬された。ありがとうございます。